どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。ということで、今回も始まりました。ソフィスタンスクリア発売記念リモートトークライブ。イエーイ。ということで、本日も MC を務めさせていただきます、桃田かな子です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ではね、本日もアンバサダーの皆さんをご紹介したいと思います。うん。はーい、玉井しおりです。よろしくお願いします。はーい、佐々木彩香です。お願いします。はい、高木れにです。よろしくお願いします。イエーイ。早見あかりです。よろしくお願いします。イエーイ。1人ぐらいですかね。ん？はい。1ヶ月ぶりぐらいかな。ああ、そうね。1ヶ月ぶりぐらいかな。集合しました。前回はさ、ほら、もうあかりのおめでたい発表とかさ。そう。びっくりしたもんね。そうだよ。なんか。回でしたね。うん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 。どう？体調大丈夫？うん、元気。めっちゃ元気。よかった。ねえ、もう相変わらずだよ。早くお腹触ってほしい。そうだよ。ねえ。めっちゃお腹すく？めっちゃお腹すく？めっちゃお腹すくかな？ああ、もう曖昧な知識で。うちらの。二人分かな。そうだね。やっぱね、栄養たくさん取らなきゃだしね。うんうん、早く会いたいね。やっぱ1ヶ月経ってもまだ会えてはないですけれども、はい、今回もね、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐためにリモートという形で皆さんにお届け、させていただきます。皆さんどうぞ、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで早速いってみましょう。まずは本日発売のソフィスタンスクリアのご紹介です。スタッフの松山さんをお呼びしたいと思います。松山さん。はい、スタッフの松山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松山さん、綺麗ですね。ね、お綺麗ですね。はい、です。はい。松山さん、まずソフィスタンスクリアについてちょっと教えていただきたいんですが、こちらどのような製品になっているか。はい。はい、ご紹介いたします。ソフィスタンスクリアが本日から発売になっておりまして、ソフィスタンスクリアは汗、皮脂、紫外線と戦うアスリートのために開発された保湿美容液となっております。スーパービタミン E と呼ばれる2種のビタミン E をソフィスタンス独自のバランスで配合することによって肌荒れ原因を効果的にケアしてくれます。で、お肌につけた瞬間からですね、本当に見えますか？見えます。すごい、はい、本当にすごい、すごい、はい、すごい素早く浸透するのでこれからのやりたさりだったりですとか、あとは運動後のお肌にもベタつかずに本当にさっぱりと心地よくお使いいただける製品となっております。ぜひお試しください。サラサラだった。そうね、びっくりした。やっていただいたけどさ、うん、めちゃめちゃさっぱりしてさ、うん、そうね、あのライブの時とか、うちらはライブの時とかめっちゃ良さそうじゃなかった？うん、もう汗かいても、うん、良いね。なんか気持ち悪くなくってすごいすっきりしそうだった。なんかね、やっぱ汗かいてる時って結構さ、肌荒れしちゃったりとかさ、うん、するじゃん。日焼けって本当ね、するよね。日焼けもそうね、うん、するし、あのメイクも取れちゃうし、だからあのすごいすっきりしそうだね。汗かいた後にこれ保湿したりとかして、うんうん、なんかアスリートの方に向けてみたいなこう言ってるけど、私みたいに今あんまり外出できなかったりとか、本当お家でだけヨガとかやってたりするのね。うん、だから汗かくぐらいなんだけど、その後につけるのも軽くてめちゃめちゃいいから、本当にあのガンガン動く人にもいいし、なんかこうそこまでめちゃめちゃ動くわけじゃないけどっていう人でも夏は本当にいいと思う。確かに汗かくしね。
上の人って汗かくよね、夏ってね。かくかく。あとめちゃめちゃボトルが軽い。え、そう、そう、それめっちゃいいね。サイズ感もいいよね。プラスチックなの。そう。めっちゃ持ち歩きやすそう。落としちゃっても安心。バンって入れられる。ね、うん、なんか着心地もさ、すごくさっぱりしてるけど、ちゃんと浸透してるなっていう感じが。うんうん、そうそう。しっかりね。しっとりしてるもん、うん、すごい。そう、だから、うん、まあ、クリームはもちろん塗った方がいいんだろうけど、うん、夏とかね、やだなって、あの、うん、日、あの、運動の後とかはこれだけでも保湿される感じすごいするね。ね、ね、早くライブやった後つけたいね。つけたい。そうじゃん。つけたい。そうだよね。アスリートの方々だから。アスリートだったんだ。25日終わったらつけようね、みんなで。ね、そうそう、そうだね。ライブ終わりみんなでつけよう。つけようね。そうしよう、そうしよう。ね、肌が乾燥肌っていうよりは割とこう油ぎしっていうの、あの、うん、脂性肌、オイリーな感じ、オイリーな、うん、オイリーな感じの方とかはなんかこういうのすごくいいんだろうなって、うん、そうだね、うん、ましたね、さっぱりとしたつけ心地で、あと男性はやっぱこういうのを好むんじゃないかなっていう感じ、うん、確かに、で、あのパッケージもいいもんね、男性向けの男性向けってわけじゃないけど男性も持ちやすい、かっこいい、単純におしゃれだから、うん、そう、素材の前とか洗面所の前とかにこう置いてあるだけでね。ねえ。なんか飾っときたいよね、これね。うん、フィルターみたいな。そうそうそう。かっこいい。おすすめ。本当、ね、とってもいいです。うんうん、でもいい。え、松山さんは、ちなみに、このソフィスタンスでどの製品を使ってるんですか？最近はですね、ちょっと暑くなってきたので、今日発売のソフィスタンスクリアとプラス、ただちょっとクーラーでも乾燥が気になるので、うん、先日ご紹介いただいたユナイトクリームを一緒に重ねて使っております。うん、いいですね。このクリーム本当に優秀ですよね。優秀、うんうんうん、なんかアンバサダーやってるからこれだけ言ってるんじゃなくて本当に優秀。なんかやっぱりちょっと妊娠して肌の調子が悪くなっちゃったりとかもしたんだけど、そっかそっか、うん、なんか割と本当にいい感じ、乗り切れた、すごい、うん、乗り切れた、うん、すごい、素晴らしい、うん、実体験を聞くとね、うん、すごくあの説得力がある、うん、ね、なママも、うちのママもなんか気に入って使ってた。ね、なんか年齢関係なくね、そうそう、みんなに使ってもらえる感じするね。うん、関係なく、そして自分に合った、製品をね、使っていただけるかなと思うので、ぜひ、アシスタンスクリアもね、たくさんの方におすすめしたいなと思います。うんうん、ということで、松山さんの説明はやっぱり分かりやすい。ね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本日発売のソフィスタンスクリア、とっても素敵な製品なんですけれども、うん、私たちのファンクラブエンジェルアイズの皆様の中から100名様限定でモニターとなっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんからですね、このアスリート向けソフィスタンスクリアの感想と、そしてスポーツのエピソード、スポーツするときに、一体コマクロナンバーなどをメールでいただきました。ということで、ご紹介するモモクロナンバーをこの後みんなで聞いて、ちょっと最近ね、雨が多かったり、この梅雨の時期でどんよりした気分に、ね、どうしてもなっちゃったりする人が多いと思うんですけど、そんな気分、みんなで今日は吹き飛ばして、たいと思います。皆さんからの、ね、あのお便りをね、ちょっとお手紙風で、はい、はい、お手紙風、そう、いただいてます。いただきます。お伝えしていきたいと、はい、この時期のお手紙はやっぱ心温まりますからね、うん、いいよね、そうだね、うんうん、お手紙風のメールなんですけれども、それでは私から、はい、ご紹介させていただきます。うん、32歳男性の方からの、あの、お手紙風のメールです。ありがとうございます。はじめに、ももクロさん、はやみさん、ソフィスタンスさん、このような貴重な機会を与えていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
私は社会人10年目の32歳、現役でラグビー選手として毎日励んでいるものです。すごい。ラグビー。ラグビー。私がももクロさんを好きになったきっかけが2012年冬埼玉スーパーアリーナでのライブに参戦してからです。私もラグビー選手としてファンの皆さんに元気や希望を与えたいと頑張っておりますが、ももクロさんは体力が辛い時でも笑顔でもののふに元気と感動を与えているのを見て、私ももっと頑張らないとと刺激をもらい、それから毎年ライブに参戦し元気をもらっております。早見さんに関しては、私は売れろシリーズの大ファンで、全シリーズ DVD 購入し、舞台も2つとも見に行ってますだって。お、すごい。ありがとうございます。早見さんなくして売れろではありません。あのアドリブ、対応力、メガネ飛ばしのうまさにいつも楽しみしております。今回ソフィスタンスクリアを使用した感想ですが、私はもともと乾燥肌にもかかわらず日焼けで肌にダメージを受け、ラグビーのスクラムやタックルで顔の皮膚が毎日削られて困っておりました。今回これを使うことにより日焼けで弱まっている皮膚やスクラムタックルでボロボロになった皮膚にも潤いが与えられ32歳の肌にも張りが感じ取れるくらいすごいです。またサラサラしているのでスポーツ後でもベトつかず爽やかですっきりした感じで終われます。デザインもかっこよく持ち運びも簡単なので本当におすすめですというメールをいただきました。素敵なメール、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、あのスポーツをするときに聞きたいももクロナンバーにも答えていただいています。一つ選ぶのはとても難しいですが、私はラグビーという団体スポーツなのでこの歌の最初を聞くと毎回涙が出ます。仲間のために体を張るぞと勇気が湧きます。わけもなくため息こぼれるとき、自分が嫌になりそうになったとき、振り向けば仲間が支えてくれた、何も言わなくても通じ合ってたというここのね歌詞がお好きだそうです。うん、というわけで、ありがとうございます。私もこの歌好き。おこの歌にも。イエーイ。そうだったの？この歌好き。あ、そうだったのね。ライブでめちゃめちゃ楽しいって思う。でも結構コールとかもね入れやすかったりとかして盛り上がる曲だ。超楽しい。ね、でもすごい。でもラグビー選手のね、現役で活動されてる方からこんなね、あの使ってみた感想をいただけて、ね、すごい嬉しいですね。ちゃんとスポーツ選手にも届いてます。どれだけ大変なのかは私たちにはこう想像もできないけど、やっぱりこのスクラムとかタックルとかこうドーンってなってるのはわかるじゃん。ね、こう削れちゃってるのがいい感じっていうのはすごいよね。ね、すごい効果を実感していただいてます、ね、ありがとうございます。じゃあそれではね、ちょっとあのこちらの32歳の男性のラグビー選手の方に送りたいと思います。それではこの歌お聴きください。どうぞ。やったー。Today we're closing out with this song. It's all for all of you, from all of us, with all our hearts. Kono! Wooka!まだちょっと拙いんだけど
この歌をね、聴いていただきました。いいね。ありがとうございます。ね、汗かきたくなってきた。そうね、ちょっと懐かしいね、この感じ。うん、なかなかやっぱり。ずっと V 見てる間、あかりちゃんが、やっぱいい曲だ。だってたね。言ってた言ってた。聞こえないから、聞こえないのをいいことにね。そうそうそう。あーって言ってくれてて。もう上の方が来てるよ。うりゃ多いとか。ライブ行きたいとか、ね、拍手拍手って送ってくれて、パチ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 、ありがとうございます。ね、ライブ映像喜んでいただいてます ね、皆さんに。よかった。結構サプライズになった感じだね、このね、そうだね、流すっていうの。言ってなかった。まさかのライブ映像って書いてあったもん。うん。ちょっとこんな感じでライブも一緒にお届け。はい。かなと。だってね、アスリートバンド、アスリート用とかね、そういうのに特化したやつだもんね。そうです。うんうん。じゃあ次はあちゃん。はいはい。ちょっと私に届いてるお便りもすごいの。うん。ちょっといいですか。はい。26歳の男性の方からの。あ、同い年かな。はい。ももクロちゃん、あかりちゃん、こんばんは。こんばんは。僕は普段水球というスポーツをやっていて、行くより水の中にいることが多いです、うん、もちろん夏は日焼けをよくするのですが、直に当たる日差しプラスプールの水の反射もあり、普通の人の倍以上の光を吸収している気がします。そこでこのソフィスタンスの美容液を使ってみると、今まで感じていた日焼けでの肌のトラブルがなくなり、次の日起きた時も肌がいい感じでテンション上がります。
起きてまたすぐプールに入るのですが、また使って1週間ほどですが、自分に合う化粧品を探していたのでびっくりしています。みんなも夏日焼けしてしまったときは使ってほしいです。ということで、届きました。ありがとうございます。ね、ね、プールの後ってさ、学校の授業とかでもめっちゃカサカサしたじゃん。カサカサだし、わかる、ねね、だけど汗かいてるからちょっとカピカピだしみたいな。そうそうそう、日焼け止めだと取れちゃったりもするもんね、なんだか、ね、うんうん、なんか嬉しいね、男性の意見も結構多い ね、やっぱアスリートとして活躍してる方が多いんですね、うん、嬉しい、そうなんですよ。でね、めちゃめちゃアスリートとしても活躍されてる方で、あのスポーツの時に聞きたいももクロナンバーのラブは、うん、僕のスポーツする時に聞きたいももクロの曲はホエロです、去年の夏の世界選手権の前にもこの曲を聴いて試合に向かいました、すごいすごくない、すごい、世界選手権、そう、世界を見ろ、この人生の主役は俺だという歌詞は試合前の僕を奮い立たせてくれます。歌詞の通り、観客全員が自分を見ているんだという気持ちになると、なんだかワクワクしてきて、一つ一つのプレーにも気合が入ります。来年開催予定の五輪でも吠えたいと思います。うわー、すごい、すごい、すごくない、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、すごいよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、くださって、うんうん、嬉しいね、ね、ガチのアスリートの方からの、そうですね、嬉しいですね、びっくりしちゃいました、こっちもびっくりして吠えちゃいましたね、はい、読みながら、ももクロちゃん、いろんな人に夢を与えてるんだ ね君たちは、いやいやいや、いろんな方々に応援してもらってね、なんとかうん、素敵だね、今日いい回だいい回だね、うん、じゃあちょっとホエロのライブ DVD、うん、ライブ DVD じゃん、ライブ映像流してもいいですか、はい、今日はね、あの日のホエロを選んだんだよね、あの日のホエロを選んだんだよね、そう、あの日のあの日のね、選ばせていただきました。それではお聞きください、ホエロ。走り出す足音よ、腕を振る風音よ、行け行け、海を越えて未来に届くまで、吠えろ、欲しいんだ、どんなに長い坂道でもあと一つと心で数えて、一直線に見つめた何より大事な想いは、今も真っ白なまま誰にも踏ませない、悲しみの穴元よ、いつの日か花となれ、虹を越えてまだ知らない場所へ、井の中の蛙でも
ちがそれぞれの拳を掲げてる。走り出す足音よ、腕を振る風音よ。行け行け海を越えて未来に届くまで。聞こえてる体中鳴り響くこの命よ。夢夢夜を越えて光の向こうまで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ホエロ聞いていただきました。すいません、なんか私のマイクの調子がちょっとお風呂場にいるみたい。うん。そう、なんかさっき聞こえづらかったかもなって思ってマイクつけたらものすごいライブ感出てきちゃいました。盛り上がってるってやったよ。皆さん盛り上がってますか？イエーイ！ライブ感。走り出す。ノリノリじゃん。すごい反響するんだけど。何これ？すいません。ちょっと歌めっちゃうまく聞こえるよ。歌うまく聞こえる？うん、やばい。ありがとうございます。うん、ふわーって聞こえるもん。ね、うん、でちょっとなんか今のホエロの間でこれが精一杯だったんで、また次ある時にまたもしかしたら解消するかもしれませんが。なんかカラオケのエコーをめっちゃ上げる人みたいな。かかってるよね。かかってかかってる。ね、いいよそのまま行こう。はい、ということで。エコー聞いてるってコメント来てる。カラオケボックスって書いてある。すいません、ちょっとカラオケみたいになっちゃいましたけど、皆さん盛り上がっていきましょう。イエーイ。さあ、ということで次の方に行きましょう。レミちゃん。はい、次の方ご紹介いたします。女性の方から、30代女性の方からいただきました。ももクロの皆さん、早見あかりさん、こんにちは。こんにちは。元気な歌やダンス、あかりんのたくさんテレビで活躍する姿にたくさんの元気をもらっています。梅雨が始まり、ジメジメした季節になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？私はソフィスタンスクリアを使い始めて、湿度の多い今の時期にもかかわらず、重くならずさっぱりとした使用感にとても驚きました。さらっとしているのに、使ううちに肌が手に張り付くようなもちもちとした肌質へと変わっていき感動しました。化粧のりも良くなりました。私は弓道をしているので、たくさん汗をかくというよりはじわりと汗をかくことが多いのですが、以前は汗ですぐ化粧が浮いてしまったのですが、ソフィスタンスクリアを使ってからは変に化粧が浮くことがなくなりました。日中の暑い時間、運動中と汗ばむシーンも増えてきましたが、ベタつくような嫌な感じはせず、軽く使えるにもかかわらず、しっかりとした実感を得られるソフィスタンスクリアはこの夏、そしてスポーツマンの必需品ですね。だそうです。お、すごい。女性からだ。ありがとうございます。ありがとうございます。女性ならではの意見だったね。うん、そうね、もう化粧が、化粧が崩れないは本当にもう、最重要事項。うん、大事大事。夏は特にね。ね、本当だね。女性の方の味方になると思いますが、このね、弓道やられてる女性の方の弓道、うん、スポーツの、うん、スポーツするときに聞きたいももクロナンバーというのはですね、はい、DNA ラプソディーです。おー、うん、アップテンポで頑張ろうという力が湧いてくる大好きな曲ですとのことでした。ありがとうございます。確かに DNA ラプソディーっぽいもんね。かかってるみたいな感じになるよね。気持ちが奮い立ってね。うんうん、そうですね。うんうん、前向きな曲ですよね。弓道ってかっこいいな。かっこいいね、女性の弓道って ね、あの、なんていうの、袴？袴着てる女性めっちゃかっこいいよね。そうだよね。ねえ、いいね。いや、嬉しい、男女問わず実感していただいてますね。かなりなんか弓道ってメンタルとか大変そうじゃない？確かに。
まあ、スポーツ全部そうだけどさ、小集中力とか、うん、ちょっとのなんか心の揺れで、うんうん、私の環境やばいな。本当に何喋ってももうエコーがかかってってなんかライブやってる人しか見えない。ちょっと面白い。ずっとちょっと面白いよ。真面目に話してんのに。いやそうなんだよね。自分でもなんかもうドームにいるんじゃないかっていう本当に。しかもドームのメインステージじゃないの。なんかセンターステージの反響の感じがしてすいません、なんか贅沢な感じで。みなちゃん。すいませんね。はい、DNA ラプソディ。はい。では聞いていただきますかね。そうだね。うんうん。それではお聞きください。DNA ラプソディ。泣くのは自分を知りたい、笑うのも自分を知りたいさ、どうするのか決めない。 Mama Kura send this cheer to the fiercely fighting souls. Feel it in every cell of your body. DNA Rhapsody. Please 深呼吸で君が育つ60兆の細胞が Yeah.
戻ったよ。終わりました。DNA ラプソディ聞いていただきました。うんうん、どうですか、皆さん盛り上がってますか？ね、みんなめちゃめちゃ盛り上がってるよ、コメントとか。ね、どうどう？コメントでね、コールしてくれたりとかしてる。うん。うん、やったライブいいねって書いてある。エモい。うんうん、あ、こう見るとかなこちゃんのダンスのアスリート感って書いてあります。どういうこと？アスリート。本当。うん。踊り方もね、確かにそれぞれね、意外となんか、ね、だからその個性でね、たまに怒られたりとかもしますけど、うんね、気づきの方いらっしゃいます。かなこちゃん、声戻ったお気づきの方いらっしゃいます。ちょっと戻りましたよね、若干。ちょっと戻りました。もうこのさ、ズームでもさ、何回もこの期間でやらせてもらってるんだけどさ、どうも掴みきれないところがあるんですよね。私がさっき入らなきゃいけない時間にパソコンの URL を押しても全然入れなくなっちゃって、うん、どうしようどうしようって言って、うん、それは携帯でやり始めた。ねえ、だからちょっともう早くこの時代にね、ついていかないと。ね、置いてかれちゃう。置いてかれちゃう。掛けまくってるよ。そうじゃ、こういうこと。なんかこうやって乗り遅れていくんだろうなって感じしない？なんかお母さんとかがスマートフォン出た時にさ、えーみたいになってたじゃん。うんうんうん、でそっち側になってくるんだなって思ったら悲しい。わ、うん、かるわ、まあ。まだ間に合いますからね。さ、まだ間に合う。うん、間に合う。はい。どうですか？あと他にも物の下からのコメントとかありますか？かなちゃん、うん、風呂から出たんかな。みんなさん。ライブ映像で思ってるのことばっかり。ねえ、そうそう、違う、みんないいのよ、もう私のこと気にしないで、ごめんね、気にさせてるの私。ドームから大浴場ぐらいにはなったって。もう恥ずかしい、恥ずかしい。脱衣所も書いてある。もう本当脱衣所のこのエコーの件でコメント結構埋まってるんです。もういいから、エコーいいから、うん、ライブの感想と本当ぜひソフィスタンスクリアのね、そうね、はい、ちょっと、これから皆さん、こちらの感想もね、どしどしと、うん、今日発売だからね、また使ったら、ね、はい、ね、教えてほしいな、なんて思いますけれども。はい、ほんと、これからの季節、ぴったりですので、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。ご検討もお願いします。お願いします。アリーだって、今日この後さ、あ、そう。使ってみてライブでしょ。また配信のライブがあるんです。そう、配信のやついフェスに出さ、うんうん、オンラインで出させていただくので、うんうん、ライブ終わったら使った時に、はい、ぜひぜひ使ってみてください。さあ、ということで今日の生配信ももう中盤に、もう後半かなぐらいに差し掛かってきましたけれど、はい。ソフィスタンスクリア発売記念リモートトークライブ、皆さん盛り上がってますよ。イエーイ。やばいな、大丈夫かな、怖いな。大丈夫よ、いけてる、大丈夫ね、みんな大丈夫、いつも通りだよ。いつも通り。やめて。通常運転、はい、うん、ということでね、本日ソフィスタンスクリアの発売日ということで、なんと、はい、新たにオリジナルイラストが完成しました。イエーイ。そうなんですね。はい、画像出るかしら。うん、あ、来た。おん、じゃんじゃん、こちら、昔の私たち、恥ずかしい、うん、これ本当にインディーズの一番最初に、あの、できた、もらった曲、うんうん、だよね、うん、そうだね、うんうんうん、メジャーデビュー曲だと思ったらインディーズだったっていう、みんな懐かしくない？え、それ懐かしいよ。覚えてる、ね、覚えてる、あかり、もう覚えてるよ、なんか、えみたいな、なった、うん、みんながハテナだったよね。うん、インディーズ、うん、メジャーみたいな。そうそう、みんながね、インディーズもメジャーもなんかちょっとよく分からずに始めて、うん、でもなんか思い出濃いよね。濃いよ、ね、だってこれでそら、ね、そうだよ、これで全国回ったじゃない、あかりちゃん、うん、もう、ね、あの時の体力は今の私にはありません。でもじゃあこの時のさ、あかりの衣装をさ、ちっちゃく縫い直してさ、あかりちゃんのベイビーに着てよる。何それ、ね、やばいじゃん、かわいい、ね、いいね、きっと事務所に保管しといてくれてるはずなんだよね。なんか、あかり衣装いるって言われて、
あ、ちょっと大丈夫って言って家に大丈夫なんで大丈夫持って帰んなよ持って帰りなさいよ家にさ衣装あってどうするの。いや飾って一番見えるところに飾って毎日見るの。絶対カーコちゃんやんないでしょ。やんないよ。本当に押し付けてるけど学校の制服より困るもんね。困るな、ね、確かに、うん、でも、はい、本当に懐かしいですね。懐かしい。もう一つあるんですよ、うん、はい、うん、こちら出るかな、はい、こちらは、うん、今の私たちかっこいいっていう感じでね、かっこよく書いていただいて、リアルですね本当こんな感じだもんねうちらね、うん、そうそう再現されてるね、はい、真実に描かれてる。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいレイちゃんだけさっきの方がちょっと大人っぽい魅惑がそれはある。うんうん、あるだよ。やっぱ、ね、かっこいいよね、うん、プロでしまってるからさ、ね、うん、本当に大人っぽくすごく描いていただいて、ね、でも、うん、アカリンのセンターもなんかしっくりくるね、うん、そうね、かっこいいバランスがいい身長の、うん、身長が高いからバランスがよく見えるじゃない、ね、そう、うん、かっこいいですね、あかりちゃん。あかりちゃんのなんかミニスカートっていうのも新鮮。新鮮な絵だけど。本当、ね、うん、本当こんなに、あの、華奢に足を描いていただいて、ありがとうございます。華奢だよ。みんな、みんな、かなこちゃん足長くないって書いてある。やめとけ。でもいいあ、言わなかったのに今。言わなかったで、もういいから、みんな。うるさいから、みんな。うちらがいずる前にみんな早い。そうそう、うちら言わなかったよ、今。もしもし？ちょっと、YouTube でご覧の皆さん。わかってるね、ちゃんと。ハイウエストにしてくれてるの。持ってるハイウエストにしてくれてるの、うるさ。うるさいな。かやこちゃんは上も下もちょっと持ってる感じするもんね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。そんなことない。もりもりだよ。ちゃんと等身大で書いてもらってますから。かやこちゃんの足が倍とか。倍ではない、うん、多少ね、かっこいい。めっちゃいじってるめちゃくちゃいじられてる。あの、本物とは異なるって書いてもらわなきゃね。いや、 やめとけ、等身大等身大等身大よ。もういいのよ私のいじりは。かっこいいねでいいんだから。これはもう止まらないか。かなこいじりだ。止まるね。ほんとやごめん。あかりちゃん止めて。ほんとにでももう私 MC じゃないんで、あの、そうそうそうなのよ。そうなの。あかりいるときはさ、これ前回の時から言いたかったんだけど、あかりいる時あかりがやってくれてたから、あかりちゃんがいて自分がやるっていうのがそれも新鮮なのよ。うん、そうだね。そう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 。本当は全部投げたい、あかりに。でも私はもう本当 MC なんで、本当もう、もう、もうメッソもできませんので。やめてやめて。なんか、さまさまで。ね、そういうのもちょっと。そういうのちょっと思い出すから、昔なんか、そう、川上さんとあかりで、そういう感じでね、何度、なんか、おだてられたか。わからないですからね。ということで、はい、画像を見ていただいたんですけれども、うん、なんと新しいイラストムービーもね、ちょっと今日はここで発表しちゃいたいと思います。出るかな、うん、うん。今回もリモートでアフレコしたんだよね。そうだよ、うん、ね、そちらの方を見ていただこうと思います。今ならわかるね。あの時流した涙や汗が私たちを育ててくれたってこと。離れていてもいつもつながってたってこと。自分を信じて歩けばいいってこと。その姿が本当の美しさだってこと。その全てが未来を作るんだね。次のステージへ。たった一つの美しさに巡り合う発酵スキンケアソフィスタンス。アスリートのための保湿美容液デビュー。うん、イエーイ。こんな感じで新たにこれもリモートでね、アフレコさせてもらいました。だからね、みんな揃った声を聞くのは私たちも今日が初めて、ね、初めて。そうなんです、うん。本当に初めてで。またなんかこういう感じでね。うん、何？なんかさ、うん、昔があったから今があるね、みたいな。私たちももちろんそうだし、
自分たちと重ねてもそうですけど、いろんな方もね、きっとなんか共感してもらえる部分とか、ね、通ずる部分っていうのがあるんじゃないかなと思うような、うん、なんか、うんうん、はい、ものになりましたけれども、本日からソフィスタンスの公式サイトや公式 SNS で見ることが、うん、できますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、そして今回もイラストを使ったウェブ会議用壁紙画像、前回もありましたよね。ありましたね。はい。あれのね、使ってくれたかな、みんな。どうなんだろうね。ちょっと使った報告ないけど。ね、まだないね。使ってた。あ、本当。すごい、ね、はい、こうアニモートやった時、ちょっとソフィスタンスの背景にするわって言ってみんなやってくれたよ。優しい。会議用の壁紙だから。はい。まあでもなんか会議は全然してなかったけど、うちらは。ね、でもじゃあ今回のね、うんうん、ちょっとかっこいい感じのが出来上がったので、そうそう、またいいんじゃないかなと思うんですけれども、この、うんうん、ウェブ会議用壁紙画像、この後19時から、はい、ソフィスタンスの公式サイトで無料でダウンロードできるそうなので、こちらもぜひ、ゲットしてみてください。うん、はい、うん、お願いします。よろしくお願いします。さあ、もうそろそろあれの時間かな、うん、ということでですね、最後に、うん、なんとここで視聴者の皆様にスペシャルな報告があります。おはい、なんと私たちのイラストを使用したソフィスタンスのスペシャルグッズが発売されることになりました。これもね、出るんじゃない、画像出るかしら。そうですね。ドドンドドン、イエーイ、かわ、あ、トートバッグ、T シャツ、ね、クリアファイル、うん、はい、ね、うん、ちょっとあたりにグッズの説明してもらおうかな。はい、ラインナップは3種類あります。お願いします。言ってくれたけど、T シャツと、うん、トートバッグとクリアファイル5枚セット。うん、そしてみんなめっちゃびっくりしてる。このこちらの3点セットを購入していただいた場合、特製うちわが特典としてついてきます。うん、おー、イエーイ、この時期いいよね、やっぱうちわってさ、ね、うん。いいよね。使う、結構使う。うん、使うよね。みんな欲しいって言ってる。いい、うわ、わかる。本当だね。欲しい。これは買う。あ、これは買う。ね。うん。みんなで顔写真、顔写真が良かったって書いてる人もいる。ね、そういうの、ね、まだ撮影ができる時が来ればいいね。またそしたらね、うん、新たにね、皆さんにそういう発表もできたらいいなと思ってますが、ね、でもこういうおしゃれだね。おしゃれ、本当に。だし、この5人のグッズってね、もうなかなかないもんね。ないない。いや、いいんじゃん。今までもなんかないんじゃないかっていう、あるのかな、うん、なんかあるだろうけど、こっちでもさ、うん、なんかまだ今みたいにさ、メンバー各メンバータコピとかっていう感じじゃなかったもんね、当時の、ね、T シャツだけとかだったね、顔とか入ってなかったもんね、うんうんうん、だって覚えてるのさ、あかりちゃんのあのカモン T シャツのブルーとかあった、あ、あ、あ、そうだね、それぐらいか、あったね、ああいうのじゃない、だからこういう感じの T シャツっていうのはね、初めてかもしれないですね。うんうん、トートバッグ、うん、時期的にいいかもとか書いたりする。あ、そうね。ね、いいよね。そう。袋有料化になってるとこ多いもんね。そう。あ、そう、うん、エコバッグ。ちょうどいいよね。いいね。ぜひぜひ皆さんこちらの方も。こちらはですね、本日この後、8時から販売スタートになります。うん、20時ですね。はい。詳しくは、ももクロニュースをぜひチェックしてみてください。うん、さあ、そろそろ楽しい時間も残りわずかとなってまいりましたので、そうだね、はい。なんか、スクショタイムとかをちょっとここら辺で、なんか、あ、やるか。すごい。やろうかなって思うんですけど。やりましょうか。やりましょうか。今な感じ。ね、ほんと。スクショタイムってね、聞かないよね、なかなか。あれなのかな、なんか、こういう時は常に動いてるから、うん。みんなが可愛いところを抑えてくれるってこと。そうだよ。助かる、ね。一人だけ判明とかなっちゃうもんね。なるほどね。助かる。助かる。めっちゃ助かるじゃん。ちょっとよろしくね。こうやってみんなが拡散してくれたら嬉しいもんね。だから、これ撮った中でもみんなが可愛いやつをね、ちょっと激戦してあげてほしいよね。そうだよ。それだけ判明とか本当嫌なんだけど。そう、みんなの結構ショックだよね。ちょっとうちらも頑張って目開けるから。わかった。それが大事みんな。はい、ぜひスクショタイムしてください。
ダメだ、まばたきしちゃう。ダメだ、反応になるから。どう？どうかな？どう？取れた？取れた？じゃあもうワンポーズぐらいやっとく？もうワンポーズにしようかな、なんだろうな。もうワンポーズ。もう逆にしただけじゃん、たぶん。どうしよう、どうしよう。じゃあ箱も。どう？いいんじゃない？イエス。あ、なんか、ハート作ってとかも来てるよ。あ、ハート？でさ、私これ苦手なんだよな。どうやってやんだっけ？こうかな。かなちゃんが真ん中に。かなちゃんはこう。これ超難しくない？これ見えてる？みんな YouTube の。なんか、私こう。みんなでさ、多分こう。え、何？どう？私こう。待って、みんな見、逆になって。こうだ、逆なんだよ。こうだ、私は。あ、こうか。こうか。あかりちゃんは、え、逆？ランニングが下かな。こっちかな。いけてる。こう。あ、ここにでもつなげるようにし、こうか、つなげなきゃいけないな。どう？めっちゃめちゃシュンなんだよ。いけてるのね。じゃあストップしよう、これで。はい、ストップ。本当に。いいかな、みんな撮ってくれたら可愛く。撮れたかな。撮ってくれたよ。あの、これを撮ってくれてる中でも、あげるときは、絶妙な、可愛い、みんなが可愛いやつをね、選んであげていただけると、とても嬉しいです。嬉しいです。はい。さあ、ということで、ここで私たちからもう一つ最後に嬉しいお知らせがあります。うん、なんと、ソフィスタンス公式 YouTube チャンネルで、次回の生配信がもう決定しております。はい。次の約束があるのは嬉しいですね。嬉しい。それがいつなのかというと、来月7月の24日おイエーイ !1 ヶ月後ぐらいか、また。はい。そうだ。7月の24日に決定いたしました。うん。はい、ということで、ぜひ皆さんね、来月も楽しみにしていただけたらいいなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。配信時間などはね、また改めてお知らせさせていただきます。そして、本日生配信した、こちらの番組を英語版と北京語版の字幕をつけて後日 YouTube にアップするそうなので、ぜひ海外の、ね、方も楽しみにしていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。すごい、ね、たくさんの人に、ね、見てもらえるといいね。本当 YouTube とかは、ね、全世界の方が、ねね、見ていただけたりとかするので、うん、そうだね、ならではだね。うん、ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいと思います。さあ、本当にお時間となってしまいました。あっという間だね、やっぱこうやってみんなで話してると。そうね、あっという間だね。1時間なんて ね、今日はライブ映像もね流したりなんかしながら、うん、じゃあ、さかのあかりちゃんの好きな曲も聴けて、そう、うん、てんちゃん何、あ、ここでちょっといいですか、私事なんですけども。お、え、何、うん、明日、私、高木の27歳のお誕生日で、うんうん、え、自分で言う、あの、皆さん、リモートで火を消してみてはいただけるんですか？自分で消すんじゃないの？待って、全然しいな。自分でやる人なかなか自分で消すんだよ、それ。じゃあ、わかった。え、歌ってあげるじゃん。からやせるか、あ、でもじゃあレミちゃんが歌ってうちらが消すよ。あ、そうしよう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 、バラバラになっちゃうもんね。難しいからね、歌、難しいから。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアレミちゃん、ふぅー、はい、せーの、シュール、え、これおめでとう、すごいよ、コメントもおめでとうだらけだよ。で
みんながなんか、え？みたいな、レミちゃんみたいな書いてある。お祝いごとでスタイルって書いてある。あ、私のことで。いや、明日だもんね、レミちゃん。うんうん。ありがとうございました。おめでとう。おめでとうございます。何歳になりますか？27歳になります。おめでとう。おめでとうございます。27歳。みんなに27歳のなんか抱負とか教えてよ。そうですね、あの今までベンジャミンバトンとか呼ばれてきたんですけどうちらにだけだからそれ言われてみんな言ってないよ確かに、どんどん若くなってる。どんどん若くなってる。めっちゃいいことだけど。うんうん、いいこと、いいこと。ねえ。でも、うらやましいよ。でも、あかりん、うんうん。ね、姉ちゃん。え？何？何今？もしもし。もしもし。電波悪くなっちゃった。もしもし？あ、姉ちゃん、抱負言った？え？まだね。あ、そう、あの、言われてきましたけど、その、もう忘れちゃったね。ごめん、ごめん。まあでも27歳、ほんとね。言われるように、言われるように、ちょっと、もうちょっと、あの、大人っぽく頑張りたいと思いますので、27歳の私もよろしくお願いします。イェーイ！イェーイ！27歳、お肌の曲がり角だから気をつけてね。あ、そうだよ。ソフィスタンス使ってちょっとね、ケアしたいと思います。うん、ね、うん。今からケアしとくとね、また違いますから。うん。うん、さあ、ということで、今日は限定モニター100名の方からエピソードとスポーツをするときに聞きたいももクロのナンバーっていうのをご紹介しましたが、最後にもう一曲。ちょっとリクエストの多かったナンバーを聞きながらお別れしたいと思うんですが。うんうん。何の曲が多かったと思う？でも、スポーツか。ダンシングレニーちゃん。あ、私もそう思う。ああ。違うよ。ねえ、ダンシングレニーちゃん見たい。個人的に送るね。個人的？うん。みんなに見せてあげて。ちゃん。今ちょっと、やってやるの。シェアしよう。レニーちゃん。かわいいね、ずっとレニーちゃんって言ってるんだよね。レニーちゃん。でもこれもさ、25日のさ、時、ももクロのライブとレニーちゃんのライブがあるから、その時にもしかしたら見れたりするんじゃない？どうなんですか？どうなんですか？見たいな。はい、ね、見ていただけたらいいなと思います。そちらの方に27歳になった初めてのレミちゃんを ね見れますから。頑張り、そう言って言うとタマさんもありも、そっか、25日はね、そうだ、重ねて初めてのライブ、はい、そんな感じで、さあということでリクエストが多かったナンバーから、はい、今日はなんだなんだ、ゴッドスピードを流したいと思います。ゴッドスピード、これは、マラソンの曲、マラソンのテーマ曲で使ってもらった曲だったりもするので、うんうん、確かにランニングとかしながら聴いてるっていう声もよく聞くなと思います、うんうん、ということで最後にゴッドスピードを聴きながら皆さんとお別れしたいと思います、うん、暑い日が、暑くてジメジメする日が続きますが、皆さんぜひ体調には気をつけて、また7月24日にこのメンバーでお会いしましょう。それでは皆さん、またねー。バイバーイ。バイバーイ。イエーイ。それではゴッドスピード、どうぞ。位置について、よーい。誰も愛おしい孤独